うさぎ放送局。ちょっぴりトレイン TV。うさぎ放送局。はい、皆様こんばんは、うしあきです。動画をご視聴いただきありがとうございます。あなたのために心を込めて動画を作りました。今日の動画は茶屋町駅を通過する特急南風号高知行きの最終列車、2000系3両編成の特急南風27号高知行きの通過する様子の動画です。はい、今回は特急南風号ですね、こちらが通過する様子だったんですけれど、まあ最終列車なんですけれど、まあ茶屋町駅はね通過だけなんで、まああんまり関係ないかなとは思いますけれども、はい、茶屋町駅を通過する特急南風号の動画何本かね出しておりますけれども、まあ最終列車だからといってね特に何かっていうこともなく、はい、うん、まあまあ普通の動画かなと思います。はい、こういうね普通の動画ってね喋ることがなくてねボーナストラック困るんですけれど、はい、あとそうですね、この特急南風号の後通過していった後に、遠くからね光が見えてきて、で、実はあれ快速マリンライナーなんですけれども、はい、で快速マリンライナーの入線するところは今回動画に入れなかったんですけれど、こちらはもうすでに快速マリンライナーね動画出しておりますので、この続きですね、あの快速マリンライナーの入線の様子、見たい方はあのこの後のエンディングのところにおすすめ欄に入れておきますので、よかったらそちらからこの続きもね見ていただけると嬉しいかなと思います。またチャンネル登録お済みでない方、もしよかったらチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。